ディズニーランドのアトラクション全部説明するまで帰れまってん。ハウディ、ジェスターセラです。この動画は僕が僕なりの言葉でディズニーランドのアトラクションを解説していく動画です。解説のポイントはどういうアトラクションなのか、適正な待ち時間はどれぐらいなのか、5段階評価で星がいくつのおすすめ度合いなのかの3点に絞って解説していきます。基本的に乗ったことがない人に向けての、解説動画です。お楽しみください。では今日のアトラクションはこちらになります。どうぞ。はい、というわけで今日紹介するアトラクションはこちら、トムソーヤ島およびトムソーヤ島いかだでございます。まあ見てわかる通り、いかだに乗ってね、アメリカ川の真ん中に浮かぶ向こうの島、トムソーヤ島に渡るためのアトラクションです。つまりはトムソーヤ島で遊ぶための必須アトラクションですね。どなたでも乗ることができます。はい、で家族向けかなと、小さな お子様向けかなって思われがちですけど、トムソーヤ島は、実はカップル向けなんじゃないかなって俺ちょっと思ってます。理由はですね、インジャン城の洞窟っていう名前の洞窟がトムソーヤ島にはあるんですね。ここ暗くて人通りがあんまりいないのでカップルにはおすすめです。はい、適正な待ち時間は5分待ち、もう次のイカダが来たらすぐに渡れるっていう状況じゃない限りは即決で渡る必要はないと思います。ただし日没で終わっちゃいます。はい、日没と同時にこのアトラクションは終了してしまいますので、ご利用はお早め。優先順位は対外的に言うと、星1つ、まあ別に一生の行かなくてもいいんじゃないかなってレベルのやつですが、カップルには星4つですね。はい、最優先ではないものの、ぜひインジャン城の洞窟は、カップルのお二人には楽しんでみてもらいたい、そんなアトラクションの一つです。以上、ではまた次のアトラクション紹介でお会いいたしましょう。さよなら。